夢の中とはいえ、やっぱり自室に入ると現実の日常生活を思い出しちゃうわね。この1年いろんなことがありすぎて本当に目が回りそうって思っちゃった。受験も控えてるし、回答もしちゃったし、それに加えてダンスなんて本当すごいよね。少し前までの私だったら、こんなことしてる時間なんてないのにって思ってたでしょうね。けど今はこれもいい息抜きって思えるくらいに心に余裕ができたと思う。ええ、私もすっかり怪盗団に変えられたわ。この宴が終わったらまた将来に向けて頑張らないとね。言ったっけ、私将来は警察官僚になりたいって。回答してた私がおかしな話かもしれないけど、それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うから。あなたは将来の夢とかある？そうなんだ。でも焦って決める必要はないと思う。やりたいことを見つけるのも立派な目標だし、あなたならきっとどんな夢でも叶えられる。ところでちょっとした疑問なんだけど、勉強と合気道は警察官の役に立つと思うけど、怪盗ってどうなのかしら。そうよね、無駄な経験なんて何もないはず。それにメリットデメリットでやってるわけじゃないもの。そんなこと考えたって意味ないよね。やると決めた以上ちゃんと役割は果たす。うん、それだけで私には十分。そう考えるとダンスだって同じよね。やると決めた以上は頑張らなくちゃ。もしかしたらこのダンスの経験が警察官の役に立つことだってあるのかしら。まあそれはともかく、今は少しでも踊れるようにならないとね。よし、そうと決めたらもたもたしてられない。私早速練習してくる。あ、部屋は適当にくつろいでもらってて構わないからね。